こんにちは、斉藤正人です。今日はですね、アーティキュレーション、まあちょっと難しい横文字ですけど、草食音符ですね、メロディーを弾くときに草食音符をつけるとすごくかっこよくなるので、そのテクニックをいくつかご紹介したいと思います。やっぱり単音のメロディー旋律ですね、これを弾くときに一番気をつけてるのは、根本的にもう歌うように弾くというのが、すごく大事な、ことなんじゃないかなと思います。全ての楽器はですね、やっぱりあのメロディー弾くときに、あの人間の歌うように弾いてねというね、あのアドバイスとか結構あると思うんですけども、やっぱり歌を目標にするというねことが重要なんじゃないかなと思います。なので、どんなメロディーでも弾くときに心の中で一緒に歌う、もしくは実際に一緒に歌ってもいい、心の中で歌いながらやっていければいいと思いますし、なんかそれがね、あのだんだんこう今日ご紹介するテクニックを踏まえて、それを具現化できるといいのかなと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。はい、まずメロディーこうね、ドレミファ、ドレミエドですね。はい、このメロディーが、あったとします。で、これをまあかっこよく聞かそうという時に、いろんなテクニックがあると思うんですけども、もありますし、もあるし、なんかいろんなね、あの方法があると思うんですが、今すごくたくさんのテクニックを実は、使いました。まず一つ、スライドというものがあります。スライドです。最初にどの音、1弦3フレットですね、ここは弾くとしますね。で、皆さんもぜひ一緒にね、やってみられると、分かりやすいと思うんですけども、3フレットの音を弾きたいなと思った時に、メロディーがここですから。で、指は何でもいいです。人差し指とか中指、薬指。人差し指がまず最初やりやすいかな。3フレットね、鳴らします。で、この音を鳴らしたい時に、1フレット下の2フレット、ここを弾いてもらってからすぐ、こう。2フレット弾いたらすぐ3フレットのところに人差し指をグッと持ってきて、滑らすようにして3フレットの音を鳴らす。はい、というのがスライドというテクニックです。歌で言うとちょっとこう拳みたいなイメージですよね。はい、ちょっとこれだけでもなんかかっこよくなりますよね。スライドです。ポイントは指先でまっすぐ押さえるというのがポイントです。指の腹でベタッとこうやって押さえちゃってる場合は、こう、なんかスライドしていくうちにですね、この、フレット、鉄の部分に指がガッとこう引っかかってこう、で、それが何回もこう繰り返されていくと、なんか指がね、弦から落っこっちゃったりとか、あとこの、木の部分ですね、ここにこう摩擦になっちゃって、なんかあの弦がこう音鳴らなくなっちゃって途中でかすれちゃったりとか、しやすいので、まずこの、まあ、1フレットだけでいいですね。慣れてきたらなんかね、もっと下から1フレットから、他の音も他の指でも、もう結構下から、はい、ちょっとこれくどすぎですけどね、はい、歌と同じなので、やっぱやりすぎるとくどくなると、ちょっと やりすぎですよね。はい、まあこれくらいでちょうどいいのかなっていう感じもしますけども、まあ、ここはお好みに任せてっていう感じです。はい、前上からまっすぐ弦、なのでこうスライドするときって弦にしか触れてない状態になりたいですね、なるべく。そうするとこう何の抵抗もなく横にこうレールの上を滑るようにこう滑っていきます。結構ギュッと押さえなきゃいけないので、最初指先ちょっとこう擦れて痛いかもしれませんが、頑張ってみてください。だんだん指先硬くなってきて、滑りやすくなると思います。で、裏側の親指はどこにあっても、まあ一応いいんですけども、なんか支えになってる感じですね。親指でこう後ろからこうグッとこう押し出すようなイメージで、親指は動かないんですけども、親指は止めといて、でそこを起点にして指を前に突き出す、つるっていう感じですね。ちょっと力いるかもしれませんが、だんだん慣れてみてください。もちろん薬指でも入りますし、中指でも人差し指でも入ります。小指っていうことは結構少ないんですけども、一応まあ時々ありえますね。はい、これがスライドです。もしくは
グリッサンドとかグリスとか言ったりしますけども、グリッサンドはどこからとか決まってなくて、そのまま下からこう目的の音にこう上げるっていうイメージですね。はい、なので今のご説明したのはひょっとしたらグリッサンドに近いかもしれませんが、まあ、あの内容としてやることは同じです。スライドです。スライドはあのここからここまで2から3までをやるときがスライドって言ったりします。下はどこから適当でもいいんで、ここまでっていうのが、まあ、グリッサンドって表記されることが多いと思います。はい、でこのスライドなんですけども、もちろん下がることもありますですね。下がるのはあんまり使わないと思うんで、まあ、下から上1フレット上げる、これを覚えておいてもらって、でなんかこういけると思った時に1フレットもしくは2フレットですね。はい、これでですね、まあ、より音がつながっていくふうに聞こえたりとかですね、しますから、ぜひぜひちょっとこうね、いろんなとこで使ってみてください。はい、結構ね、横のこのメロディーの流れとかも踏まえて、どの指で弾こうかなっていうのをこの指板を見ながら、ここのこことこの指が音を押さえるから、こことここの指が隣り合ってるから、じゃあこうやってこうスライドできるねみたいな感じで判断しできるかと思います。タブだけを見てたりとか楽譜だけを見てると指がどうこうっていうところまで多分いかないと思うので、まずメロディーをねこう左手だけを見て演奏できるようにするっていうところから始まると思います。なのでメロディー覚えなきゃダメですね。歌うためにももちろんメロディーを覚えなきゃいけませんし、はい、ぜひトライしてみてください。まず一つ目、これがスライド。次、ハンマリングとプリングというものがあります。ハンマリングというのはですね、例えば人差し指、1弦3フレット押さえます。で次薬指でも中指でもいいんですけども、1フレットの3フレットの音を弾いたら、こう3、5って音鳴りましたけども、右手は3しか弾いてないです。左手でガンガンと叩きつけて5フレットの音を鳴らします。結構パワーがいります。これをハンマリングと言います。まあ、ハンマーみたいにこう打ちつけるんで、ハンマリングです。これ薬指とかね、中指とかいろんな指でありますね。これも、はい、これがハンマリングです。何がいいかというと、親指で1回しか弾かなくていいので、音が滑らかにこう繋がってる感じがしますね。2回弾いちゃうとこう、タンタン、タンタンなんです。ハンマリングだと、タラーン、タラーンですね。少しこう繋がった感じがします。で、これ単体でももちろんかっこいいんですけど、はい、ここにですねプリングというテクニックがあります。今度逆なんです。薬指の音1弦3フレット人差し指ですね、で5フレット同じように薬指で押さえておいてもらって、でまず5フレットの音を鳴らします。そしたら薬指を下にこう引っ掛けるようにして離す。そうすると押さえている人差し指のこの3フレットの音が鳴るんですね。今度ここでもう一回こうペンってこうですね、真下に引っ掛けるようにして離します。真上にこう上げてしまうだけだと音がこう止まっちゃいます。下にもう一回薬指でこう引き直す、弾き直すっていう意味ですね。これがプリングと言います。ハンマリングかプリング、はい、これがハンマリングとプリング、ですね。まあこういうのを俗にレガート奏法とか言ったりするんですけども、レガート奏法ですね。はい、音を滑らかにつなぐっていう意味です。慣れてくるとね、左手のパワーだけでこう右手あんまり弾かずに、
音を鳴らし続けることが、できるかと思います。結構パワーがいるのでちょっと慣れが必要なんですけども、はい。でこのハンマリングとプリング合わせるとトリルと言います。まあ永遠にこうね、音を鳴らしたりもできます。で、このハンマリングとスライドの練習はトリルがすごく有効かと思います。例えば人差し指ね、1弦の1フレットにこう押さえてもらって、こう引きます。こうで離さない。で今度中指をハンマリングプリング、で次薬指3フレットです、プリングハンマリングでプリング、で次小指4フレットハンマリングとプリング、でまた薬指3フレットで2フレット中指で、なのでというふうにですね、このトリル練習非常に有効だと思います。なんかテレビ見ながらでも何でもいいので人差し指を押さえて、ゲンゲンゲン、最初こんなに多分はっきり綺麗に音鳴らないと思うので、もう指を動かすところからもうリハビリだと思ってもらってですね、もう指をこう動かすところから始めてください。はい、これではもう筋トレだと思ってください。筋トレです、はい、演奏するには筋力が必要だと、でそのため の筋トレをしているというイメージですね。はい、ちょっと大変でね、なんか疲れるんですけども、まあちょっと気が向いた時にねやってみるといいと思います。もう僕もテレビ見ながらずっとなんかここら辺でこう動かしながら、なんか適当にこうながら練習ですね、はい、やったりもします。なんか手持ち無沙汰だったら、なんかウクレレ持ってたいなという時とか、はい、やってたりしますね。ぜひぜひおすすめです。もう一つビブラートというテクニックがあります。これはですね、音を鳴らして左手を動かさない、他の弦音とかは鳴らしたりしないんですけど、こう横に揺らして、はい、ちょっと揺れてるの分かりますかね、ワン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 みたいな感じで、これ歌のビブラートと同じです。やっぱ音を伸ばすときとか長く伸ばすときとかはですね、このビブラートを使うとなんかすごくエモーショナルになりますよね。よりもこんな感じです。分かりますかね。はい、今ちょっといろんなテクニックを符合してやりましたけども、これビブラートと言います。なんか1音だけでも結構ふわわわわって少しこう揺れると思うので、かっこいいと思うので、ぜひトライしてみてください。親指は、下の方に持ってきてください。やはり、親指のこの第一関節のところですね、ここがネックの真ん中に1本線があると思ってもらって、そこかもうちょっと下ぐらいです。で人差し指、中指、薬指、もちろん小指でもいいです。指なんでもいいんですけども、ここでなんかこう挟み込むような感じで、ここブラ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 します。こうね、グリグリグリブラブラブラ。ウクレレに触ったようなこの親指のここら辺とこの指先だけですね。で、あと横にこうこういう方向で弦と同じ方向ですね。グリ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 。押さえたままにしてください。ちょっと力弱いとこ、こう離れちゃいますから、グッと押さえて、グリ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 。ちょっと、ソプラノとかだと抱えにくいかもしれませんが、グリ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 。はい。で、これが、ビブラートなんです。横方向のビブラートです。クラシックギターとかウクレレだとこの方法が多いんですけども、ロックギターとかだとですね、上方向にこうしたりします。これは親指上に持ってきてもらって、グリップしてね、なんかこんな感じ、結構うわうわうわってこう激しくなるので、ちょっと使いどころによってはね、なんか変な感じに聞こえちゃうかもしれませんね。ウクレレはまあ横方向がね基本なのかなと思います。
これがビブラートです。何かと音伸ばすなと思ったら、ちょっともう暇だからこうビブラート勝手にしちゃってるみたいな感じにね。こんな感じですね。はい、なんかかけられるとねすごくいいと思います。もう普通に日頃から使っていくというのが非常に重要ですね。うまくいかなくてもとりあえず揺らすっていうところをね、慣れて ね、いつも練習というかもう癖になるようにねやってみてください。最後にベンドというテクニックです。これあんまり使われないと思うんですけども、まあ今先ほどねご説明したビブラート縦方向にするっていうやつですね。これがジェイクさんとかよく使われますし、ロックギタリストだともうごく普通に使われているテクニックなんですけども、ベンドと言います。まあ、チョーキングって言ったりしますけども、ベンドのって言い方の方がグローバルだと思うんで、ベンドで、いきますね。はい、今こう7フレット1弦の7フレットを薬指で押さえてます。これを上にこうベンディングですね、こう引き上げて、この今1音上、ここ今ね7フレットミの音なんで、ファシャープの音を上げてます。ミの音を押さえてるのに上に引き上げればファシャープにこうだんだん上がっていくんですね。で目的の音に上げるっていうのがこのベンドの、やり方になります。ちょっと待って、これベンドですね、多用してるとチューニングがどんどん狂うんですね。なのでやりすぎ禁物です。なので最近多分ジェイクさんとかライブであんまりベンドしてないんですよね。チューニング狂っちゃうから、スライドでこうカバーしたりしてますね。スライドも聞こえ方としては結構似てるので、スライドも結構ね、結構似てたりするので、スライドで代用したりとかもね、できます。ちなみにベンドのやり方なんですけども、まず薬指が1弦7フレットに押さえますね。で、中指と人差し指、これ余ってますから隣のフレットにこう置いてですね、で指3本で1弦を持ち上げるんです。指1本だと結構ギューンときついんですけども、指3本で押さえます。薬指で7フレットを押さえて、その補佐として人差し指と中指を押さえていきます。で親指上からグッと握り込んでください。ネックはここの人差し指の下の部分と親指でこう挟み込んでください。挟み込んで、ここです。ここが支点になります。で上から第一関節しっかりグッとまっすぐ押さえてもらって、こんな感じ、もう結構立たせます。指ですね。はい、でグッと押さえてもらって、で上にまあもうガッと上げる、グッとかガッとか、ちょっとすごい抽象的ですけど上げます。よく言うのはドアノブをこうガチャッとこう開ける、このなんか手首の回転、もう手首で上げるっていう感じなんですよね。指で上げません。でこの2フレット上の音程を耳で覚えてください。ここら辺かな、ここら辺かなみたいな、ここでいうふうにちょっと自分の中でですね音程定めていくんで、なのでここはですね自分の音感が頼りになります。慣れてきたら指の力加減でベンドのこの音程を覚えてください。はい、あとは結構あと結構大体で大丈夫です。はい、でよくある悪い例としては、指がベタッと寝ちゃって力が足りないもんですから、こう寝てしまってこの上に上げようとするんですけど、指がこう下からこう滑って落ちちゃうみたいな、結構ありますね。やっぱ指先でグッと押さえてもらって上に上げます。指痛いです、最初多分慣れるまで。でなんか思いっきりやってもなんか1センチも上がんないみたいな、ここまでしか上がんないみたいな感じになりやすいと思うんですけども、これもですねやっぱりチョーキング、ベンドのこの筋肉がありますから、これやり続けていくとそのうち上がるようになります。結構思いっきりガッて最初上げる必要がありますね。でだんだん音程定めていってっていうのの繰り返しです。
覚えてすぐ多分ねなかなかできないと思うんですけども、繰り返しやっていくことによってだんだん慣れていくと思います。でポイントは強めにこう左手グッとやるもんだから、右手も一生懸命なんか力入っちゃって、で思いっきり弾いたら弦切れちゃったとか、しやすいと思うんで、左手は力入れるけど右手はいつも通り、ちょっと難しいですけどね、ちょっと心がけてみてください。で親指はあと上からグッと上げとく、ここ挟み込んどくっていうのがポイントです。ロックグリップと言います。グッと握り込む。はい、結構ね弦も多分ウクレレだとツルツルしててこう上がりにくいと思うんですけども、ちょっとずつ慣れていければはいいいと思います。これがベンディング、ベンドとか言ったりしますね。はい、今日いろいろご説明しました。スライド、ハンマリング、そしてプリング、ビブラート、そしてベンド、はい、これらのテクニックを複合していくわけなんですね。どれか一つ使おうじゃなくて、なんか自然とそれらのテクニックが使われていたなみたいな感じになれると一番いいと思います。やっぱりさ最初にお伝えしましたけど、歌うようになんですね。歌うときにじゃあここビブラートしようとか、ここちょっと下から持ち上げてとか、なんかね、そういうふうに考えて練習することは大事なんですけども、やっぱり感情を伝える手段なので、それが目的ではないんですよね。なので、普段からね常日頃使い、慣れていければいいんじゃないかなと思います。はい、ではではとりあえずね今日はここまでにしましょうか。またね、今後もいろいろね、レッスンさせていただこうと思うので、もしよろしければ、チャンネル登録、そして、グッドボタンを押していただければ嬉しいです。ではでは、ありがとうございました。頑張ってね。